シー、そしてジャパンスペシャルティーム、そして JA2JA、 そしてローズリッチ、そしてクロスカラーズダンサーズ、皆さん今一度お拍手お願いいたします。この後ね、あの今審査員の方々がちょっと厳正な審査をしてくれております。そしてね、いよいよ2014年のね、あの予選のチャンピオンが決まるというね瞬間でございますが、いよいよなんとね、順位の方もはい、ちょっと決まった方も決まった方も、その前にですね、全今日出てくれた全5組のダンサーをあの舞台の上に呼んでみたいと思います。はい、いきましょうか、ね。ではお呼びしましょう。クロスカラーダンサーズ、大きな拍手。はい、大きな拍手お願いします。そしてそしてジャパンエスペシャルティーム、大きな拍手。そして JA2JA、 はい、いいですか。そして、続いて紹介するのがローズリーチ、そしてクリスティー、このね、以上5組がね、あの日本代表というかね、かけて戦ってくれました。もう一回皆さん大きな拍手お願いいたします。そしてね、今日、ジャマイカから来てくれてるあのね、ラントワネットが今日はこの出てくれた5組、全5組のダンサーにですね、あのどうしてもあげたいプレゼントがあるそうです。はい、おめでとうございます。おめでとうございますじゃないですね、はい、ラントワネットからのプレゼントです。ワビリッチもありがとうございます。で、この本をぜひダンサーにとラントワネットが言っております。ラディリッチへのプロプスがすごいですね。あと、ね、多分ダンスに関する本だと思いますね。ぜひ全英文だと思いますが、ぜひ読んでみてください。ありがとうございました。では、はい、はい、そういったところでですね、この、全チームの中から、はい、ね、今年の一番ナンバーワンを決めてみたいんですけどもね、皆さん準備の方はよろしいでしょうか。今ね、集計結果の方がようやく今たどり着いたんで、はい、ちょっと待ってくださいね。ワールドレゲエダンスチャンピオンシップ、2014日本予選、はい、決まりました。決まりました。よろしいでしょうか。まずは3位から発表してみたいと思います。第3位はクロスカラーズ、大きな拍手。そしてですね、はい、第2位を紹介してみたいと思います。第2位はジャパンエスペシャルティーム。紹介しましょう、2014年度ワールドレゲエダンスチャンピオンシップ第1位は JA2JA。 2014年ワールドレゲエチャンピオンシップチャンピオン JA2JA にボイスを上げましょう。そしてですね、3位のクロスカラーズ、そして2位のジャパンエスペシャルティーム、賞金賞金がございますので、ではまず
賞品の方を授与させていただきたいと思います。はい、ですね、賞品はですね、はい、じゃあプレゼンテーターは、今回のね、大会10分以内してもらいます、はい、レッドカットチェックお願いします。なんとブレンドストライプ、おめでとうございます。これでね、ぜひ3位の祝杯をあげてください、はい、3位の祝杯、面白いですね、マジでね。はい、というところでね、じゃあ続いて残念ながら2位になってしまいましたが、ジャパン、スペシャルチームに、ですね、これ全部じゃあのレッドカットのチェックがプレゼンテーターしてくれるということでお願いしましょう。ブーディーも一緒に聞いております。どうぞ。ザ・ジャパンのスペシャルチームにルーディー、そしてアップルトンのホワイトラム出たアップルトン、これ相当危険な品物ですよ、アップルトンのホワイトラム。おめでとうございます、おめでとうございます。そしてですね、もう先ほどですね、はい、1位の J2JH は先ほどね、はい、あの目録が送られたということなんでね、賞金50万円です。はい、というところでね、本当にね、ワンラブジャマイカフェスティバルで、こういうようなね、ダンスコンペティションを行わさせていただいている皆さん、本当にありがとうございました。そしてね、あのご来場にくださいました皆さん、本当にありがとうございました。そしてね、出演してきてくれた全てのダンサーに、もう一度皆さん大きな拍手。そしてね、J2J、ぜひね、ジャマイカでも勝ち抜いてください。おめでとうございます。チャンネルはそのまま。